中村すみれは、日本棋院東京本院所属の囲碁騎士、二段。東京都出身。中村信也九段門下。2019年4月、日本棋院の騎士採用試験で新設された、英才特別採用推薦騎士第一号として入団し、日本棋院に所属する騎士のプロ入り最年少記録を、樹立した。師匠の中村信也は父親であり、母親の妹であるは、 辰巳茜である。母親は元囲碁インストラクターでもある。2009年3月2日、東京都で生まれる。3歳で囲碁を覚え、3歳7ヶ月で甘い碁大会に初出場した。5歳の時に関西山女流囲碁名人戦 b クラスで優勝し、6歳時には未就学時の大会である第4回、渡辺和代キッズカップに優勝した。年月、 父の仕事の都合で大阪に住むことになり、大阪市内の小学校に通学しつつ、女流アマ大会、少年少女全国大会に出場するなどして経験を積む。2017年4月から12月まで8歳で、関西起因の院生となるも、実力に伸び悩み、そのために母と週末に韓国と日本を往復する形で、韓国で囲碁を学んでいた。 それから2018年1月に、一家で韓国のソウル市に引っ越して、囲碁短期留学の形で、同年4月、9歳で、干渉ブリ囲碁道場に通い、韓国棋院の研究生になった。2018年7月には、パンダネットが開催する、ネット後のアマチュア女流棋戦、パンダネットレディス囲碁トーナメントで9歳にして優勝。その後、日本棋院のプロ棋士審査用制度である。 英才特別採用推薦機種の導入に伴い、石井国夫球団、三村智康球団のプロ機士採用者の推薦を受けて、同年12月本制度の規定による、チョーク球団と試験対局を行った。その後、本制度の規定の審査員の多くのトップ機士の審査を受けて2019年1月5日に、プロ機士入りが発表された。その後、井山祐太球団との記念対局、 その他、蔡だし九段、黒川吉美七段、総訓言九段との記念対局などを経て敗れた、ものの国内外から多くの実力の賞賛を受けた。なお、正式のプロ入りは2019年4月1日付で、ある。2019年4月22日、同期である大森蘭初段とプロデビュー戦を行い、敗れる。なお、日本におけるプロ公式戦デビューの最年少記録を、 受立した。同年4月28日、日本棋院関西本部で行われた、非公式戦の第2回若竹杯1回戦では、種村さゆり二段に、勝利、二回戦では、同門の村松大輝六段に一時は優勢となる。ものの敗れた。7月8日に、日本棋院関西総本部で行われた、自身公式戦二戦目となる。 第23期ドコモハイ女流棋聖戦予選 B では田中千恵子4段に勝利してプロ公式戦最年少勝利を記録。また8月5日公式戦3戦目となる同期戦予選 A でも金検定4段に勝利し本戦に進出。女流5期戦における最年少での本戦進出とプロ入りからの本戦進出最短記録も充実した。 対岸性騎士の初対局は9月16日に行われた第59期十段戦予選 C の対古田忠義四段でここでも勝利その後も順調に白星を重ねた特に男性騎士に成績が良く12月12日の第59期十段戦予選 B で小松大樹三段に敗れるまでは対岸性騎士で負けなしの7連勝を記録したまた 11月26日には、AA 最枠の名に恥じない活躍をしたとして、日本囲碁ジャーナリストクラブ賞を受賞。2019年の通算成績は17勝7敗で、同期入団の13人の中では、最多勝利、最高勝率であった。中村本人はこの成績について、今年は思ったよりも勝てた、来年は、もっと強くなりたいなどと語った。2020年は、 第24期女流棋聖戦で本戦2回戦まで進出。本戦1回戦での上の理察初団との対戦は史上最年少対局となった。また、第5回戦協敗でも本戦に進出。2020年の年間成績は21勝17敗。2021年1月1日付で強い騎士やライバルがたくさんいることなどを理由に中学校進学を機に、 関西総本部から東京本院に移籍。3月15日、商談条件の通算30勝目を挙げ、史上最年少の2段商談を決めた。また、第46期規制戦では、FT 予選を制し、C リーグ進出を果たす。女流騎士の規制戦 C リーグ進出は、鈴木歩美、シャイアキラ、上野愛崎美、藤沢里奈に次いで、歴代5人目であり、 また、同46期に C リーグ入りを果たした、福岡幸太郎の15歳4ヶ月を更新する、最年少での C リーグ入りとなった。C リーグ入り達成時の年間成績は22勝2敗であり、日本近畿士の中で最高勝数、最高勝率。目指す騎士は、井山優太九段、牧帝、菅九段、尊敬する騎士は、井山優太九段、藤沢里奈四段、 シャヤキラ六段。好きな食べ物は焼肉キムチチュゲ。好きな教科は体育。韓国の囲碁修行の中で韓国語も話せるようになった。3歳から囲碁を学んで、以来、毎日7から9時間を囲碁の勉強に費やすと語る。日本記院の中村スミ紹介ページ。ありがとうございます。